ファイナーズです。今年もこの季節がやってきました。クリスマスカウントダウンですね。今回で5回目になります。今年はメガコンストラクスを外しましたんで一つ減る形にはなったんですけど、それでも充実してると思いますんで楽しみにしていただければと思います。ではまず内容を確認していきましょう。まずはおなじみレゴ系のアドベントカレンダーです。スターウォーズ、フレンズ、シティ、ハリーポッターに今年はアベンジャーズが追加されましたんで全部で5種類です。次にトミカです。トミカはトミカくじ7緊急出動24時特別警戒スペシャルを紹介したいと思います。これなんですけど中はこんな感じになってるんですね。これから取っててもいいかなと思ったんですけど、この中にまた箱が入ってますんで一度箱をすべて出して、そこからランダムに取っていこうと思ってます。全部で16台ですね。ホットウィールです。ホットウィールもアドベントカレンダーになってます。8台の車両が入ってて16個のアクセサリーがついてるということで、去年初めてホットウィールのアドベントカレンダー開けましたけど、ラインナップがね結構楽しめましたんで、今年も期待したいなと思いますね。最後はミニミニトーマスのアドベントカレンダーです。これも去年から追加したものになりますね。24台の車両がついてて、その中で6台のクリスマス仕様の車両が入っているということで、これもね結構楽しめましたんで期待したいですね。そしてこれが動画アップの予定日です。今日12月1日から24日までの月曜、水曜、金曜の計11回になってます。それでは早速1回目やっていきましょう。まずはレゴシティですね。今日1日の分だけ開けていきます。続いてスターウォーズですね。このパッケージを開けるのも久しぶりなはずなんですけどね。レゴフレンズです。もうついこの間開けたような気がするんですよね。本当に1年早いですね。はい、ハリーポッターですね。これなんですけど、以前もねちょっと紹介しましたけど、スゴロクみたいな感じでできるみたいなんでちょっと楽しみですよね。それから新登場のアベンジャーズということで、これ番号の配置は他と一緒になってるみたいですね。続いてトミカです。上のカバー外しました。するとこんな感じでそれぞれが袋詰めされてて、中に箱が入ってますんで、この袋をまず全部取っていこうと思います。はい、こんな感じですね。でぐちゃぐちゃにします。でこの中からランダムに取って開けていこうと思います。では今日の1台を取っていきましょう。もう手前からいきましょうかね。これを開けます。はい、何が出ますでしょうか。はい、イスズエルフですね。交渉対策者だったかな。続いてホットウィールですね。この感じはなんか車両ではなさそうですけど、あ、車両でしたね。よかったですけど、これがねいつも取り出しにくいんですよね。はい、さあ最後はミニミニトーマス。あ、もう早速トーマスですね。それでは全部見ていきます。まずはシティです。おそらくこれ60154のセットについてるバスじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。このカラーリングがすごくそれっぽいんで、多分そうじゃないかなと思いますね。でこの無色のクリアパーツが5つも入ってるんですよね。これすごくいいなと思いました。回るタイヤパーツではありませんけど、こんな感じで一応遊ぶことはできるんじゃないかなと思います。次にスターウォーズです。この形はレイザークレストですね。かっこいいですよね。パーツ結構使ってますんで、形としてはかなりそれっぽくていいんじゃないかなと思います。で前方の武器をこんな感じで動かすことができるようになってます。いいですね。続いてレゴフレンズですね。オリビアのマイクロドールが入ってました。稼働する部分は頭だけになってて、服のところに多分これはジンジャーブレッドマンだと思うんですけど、金色のプリントが入ってますね。これ綺麗ですよね。で手にはリボンを持ってます。それと靴下と、おそらくプレゼントじゃないかなと思うんですけど、この2つがついてました。ハリーポッターです。プリベット通りの標識が入ってました。個人的にはこれ結構嬉しいんですけど、好み分かれそうですね。いらない人の方が多いんじゃないかなと思います。これ自体はプリントパーツになってます。でプリベット通りなんですけど、ハリーポッターが人間界に住んでるのがダーズリー一家という人たちのね、家なんですけど、その家があるのが、プリベット通り4番地なんですね。その近くにこのねプリベット通りの標識があるんですけど、おそらくその標識をイメージしてるんじゃないかなと思います。映画でちらっとこんな感じのやつが出てきたような気がしますね。で上には手紙のプリントパーツがついてます。はい、初登場のアベンジャーズはアイアンマンでした。これなかなかいいのがついてますよね。上半身パーツ、これセーターを着てるというような設定なんだと思うんですけど、よく見るとアイアンマンの顔がついてるんですね。これねいいなと思います。
それと胸のアークリアクターでいいのかな、のところが雪の結晶のマークになってるんですね。反射系のプリント青みがかったやつが使われてますんで、これすごく綺麗じゃないかなと思います。それから背中にはトニーと入ってるんですね。これも可愛らしいですよね。ここにもアイアンマンの顔がついてます。いい感じのプリントのパーツじゃないかなと思います。で、手と足のところからはボーっとね出てますんで、飛んでるところを再現できますし、これマスクついてるんですけど、マスクを外すとこんな感じの顔になってるんですね。ちゃんとねマスクをつけた時のなんかモニターみたいな、のが映ってる顔になってるのと、もう一つは普通の顔になってるんですね。でこの時用にちゃんと髪もついてますんで、これはねなかなか充実してるんじゃないかなと思いますね。トミカです。イスゼルフの高所対策車ですね。青系の車両になってます。でフロントのところに警察のマークが入ってて、運転席上のルーフのところに赤色灯がついてます。クリアパーツですね。でインテリアは白一色、ホイールも白になってます。それから後ろの部分、下の方に滑り止めのパターンがついてますね。そこにシルバーも入ってます。結構ね細かくできてるんじゃないかなと思いました。でその上ブームを上下することができるのと、中に入ってるアームを伸ばすことができるようになってます。さらにこの作業台だけをこうやって動かすことができますんで、一番高い状態でこんな感じにすることができるんですよね。これはいいですね。すごくかっこいいんじゃないかなと思います。で土台部分で1回転することができますんで、これは遊びやすいですよね。あとはサスペンションがついてます。続いてホットウィルです。おそらくシックスティーンエンジェルズという名前だと思うんですよね。ここに入っているんで多分それで合ってると思うんですけど、間違えてたらごめんなさい。16っていうのは多分なんですけど、これね16気筒じゃないかなと思いますね。ここにシルバーのねパーツがついてて、数えてみたらこれ片方で8気筒になってるみたいで、反対側にも並んでますんで、それで16なんじゃないかなと思いました。グリルの形独特ですよね。あと車体自体のデザインもかなりね面白いんじゃないかなと思いました。フロントウィンドウのところはオレンジか黄色かというような感じのクリアパーツになってますね。ホイールがゴールドっていうのもなかなかいいんじゃないかなと思います。でリアはこんな感じです。それとサスペンションはついてません。そして最後はミニミニトーマスでした。まあ、おそらく普通のトーマスじゃないかなと思うんですけど、もし間違えてたらごめんなさい。まあ、でも表情はいいですよね。はい、いかがでしたでしょうか。今回は1日分だけだったので数は少し少なめかなと思うんですけど、次回以降2日分とか、3日分とか紹介することになりますんで、楽しみにしていただければと思います。次回は12月3日金曜日です。次もぜひ見てみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。